皆さんこんにちは、フリースタイルフットボールのトミーです。はい、ということで、ザ・ダンスデー、出場が決まったということで、はい、練習をねしていきたいなと思います。はい、でいやテレビの生放送なんでね、夢は叶ったといえどちょっとめちゃくちゃ緊張するんで、今ね4月の、4日でございます。はい、ちょっとね練習の風景とかをねちょっと収めていきたいなと思います。今日はね体育館でちょっと練習をしていきます。はいね、あのアンバサダーをやってる、はい、スピンボール、はいね、これねいっぱい色がいただいたので、はい、これね白とかピンクとか向こうに黄色とかねあります。はい、今ですね本番1週間前でございます。はい、今ですねちょっと この土日は茨城で遠征があるので、ちょっと今設営がねイベントの設営をして終わって、ただいま、8時23分ということで、はい、練習にやってきました。はい、ということでねどこで練習してんだい。ちょっと茨城県ねちょっと田舎すぎるんでね、練習場所がマジなくて、本当はダメっすよ、本当はダメですけどね、叩かれるかもしれないですけどね、ちょっと駐車場で練習をしてます。はい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい、ほんとやっちゃダメなのが分かってるんですけど、明るいところがここしかない。はい、ということでちょっとね場所をお借りしてちょっとね練習をしていきたいなと思います。めっちゃ砂利、頑張っていきましょう。5月の1日になりました。はい、もう1週間ですね、本番まで切っております。はい、もうそわそわしてますけどね。はい、今日もちょっと今日は外でちょっと練習をしていきたいなと思います。はい、もう明日ですね、5月の2日の明日にはワイルドカードが発表ということで、ちょっとあの告知ができないんで、ちょっとね、みんなには見て多分もらえないと思うんですけど、はい、頑張ってこれからねちょっと本番に向けて追い込んでいきたいなと思います。茨城のね遠征からちょっとまた帰ってきて、また今日ちょっと1日だけ空いてるんですけど、でまた明日ちょっと静岡に全泊してゴールデンウィークパフォーマンスをして、で1日空いてリハーサルって形、本番っていう形になってます。はい、ちょっとね、はい、本番に向けて頑張って練習していきたいなと思いますので、ぜひなんかちょっとその様子をご覧ください。はい、じゃあ今日も頑張っていきます。5月本日2日でございます。はい、本日のね朝はジップでやっと決勝進出ということで、ワイルドカードね、はい、で敗者復活で決勝進出ということで、ね、発表されました。はい、いやーなんか緊張しますね。はい、なんでね今日は体育館で本格的にちょっと調整をしつつ、はい、やっていきたいなと思います。はい、ね、こんな感じで体育館でね今日は練習していきたいなと思います。もうなんだかんだ僕ね今日2日練習して、で3、4がパフォーマンス、まあ、仕事なんでちょっとあんま練習できないんで、あと実質まあ今日と5日前日の2回が、練習日になります。はい、ちょっとね1分30秒のねパフォーマンスをね2本だからねちょっとね大変っすよね。はい、そう今だから言えるけど、なんかパフォーマンス作ったんですよ決勝の動画ちょっとあのちょっとこれどうかなみたいな、ちょっとテレビ局の人にちょっと渋られちゃってちょっと大変だったんですよ。はいね、別のちょっとパフォーマンス作ったりとかをね、はい、してたんで、ぜひあの5月の6日お楽しみに見てください。じゃあ練習頑張っていきます。
あと4日ということで、ザ・ダンスデイ、明日となりました。はい、今日もね、最後の練習日ということで最終調整をしていきたいなと思います。はい、ということで、もうね、すでにちょっと緊張気味ですけど、頑張ってね、楽しみながらパフォーマンス練習していきたいなと思います。それでは、レッツゴー。フリースタイルトモラトミです。テレビでしか見えないあんな技やこんな技見せちゃうんで、ぜひ応援してね。ということで、リハーサルが終わりました。ということでね、皆さん、めちゃくちゃすごいステージになってますんでね、ぜひ皆さん今夜7時から、ザ・ダンスデイご覧ください。じゃあ皆さん応援してください。バイバーイ。ということで本番、25分前でございます。はい、ということで、ちょっともうそわそわしてますけどね、頑張って見てる皆さんに楽しんでもらえるよう頑張ってパフォーマンスしていきたいと思います。最後めっちゃ噛んだ。そうね、まあ80点とかな。なんだ、ミスった？いや、ミスってないけど、ちょっとやっぱ、音がね、ちょっとね、ずれちゃったところがね、多少あるからね、ちょっと音を分かりやすくしたのはいいけど、今日一日終わりました。みんな応援ありがとうございました。